あ何えわ私泣いてたのああ,あ,あ悲しい夢ではなかった気がするあ,あ どうかしたの怖い顔して。<laughs> うん。あ、え そうだよね私ね大学での新しい生活が始まって本当は不安だらけだったの新しい環境になかなか慣れることができなくて。 大学への通学も本当に大変でそんな中で一番不安だったのはあなたとのことだったうん私が大学に行き始めて。 あなたと一緒にいる時間が減ったでしょう本当に自分でも驚くくらい辛かったその後お父さんから実家通いの提案をされた時は絶対実家には帰りたくないって思ってた ただでさえ一緒にいる時間が減ってるのに家まで別々になっちゃったらそのままあなたの心まで離れてしまうんじゃないかと思って <laughs> それで。 私の気持ち分かってないってあなただけを責めちゃってたそれででも今回のことで私分かったの気持ちが焦って苦しかったの離れてても思い合うことって できるんだね会えない時でもあなたは私を思ってくれてたし私もずっと思ってた大学にいる時も実家にいる時もずっとただひたすらに。 あなたに会いたいなって思ってたよ今まで心配かけてごめんね私はもう大丈夫 離れててもあなたは私を思ってくれてるって分かったからだからこれから大学には実家から通うよ <laughs> また無理して倒れたら嫌だもんね さてじゃあ私が元気になったら実家通いすることお父さんに伝えなきゃねあ何 それ。 大丈夫ひだ大丈夫冷や汗出てるけどふふ、<laughs> そっか頼りにしてるよ うん、もう平気お父さん言うのが遅くなっちゃったけど倒れた時に看病してくれて本当にありがとう。